この球団旗もそうですし、今グラウンド上サンマリンスタジアム宮崎島内連携が行われていましたが、一旦選手たちがこのマウンドに集まって、その選手たちのユニフォームの揺れ具合を見てみましても、風の強さも感じていただけるかと思います。今阿部慎之助作戦兼ディフェンスコーチの言葉を聞きながら、各選手たちが確認を行い、島内連携の練習が続いているところです。元木ヘッド兼オフェンスチーフコーチの姿もあります。10年ぶりの日本一を目指しますジャイアンツの今年の春のキャンプの第2クールに入った今日最初の日、初日の模様、ご覧のように一軍の練習メニューとしましては、9時30分頃から選手たちがグラウンドに集まってウォーミングアップなどを始めています。その前には原監督からまた第1クールの初日のように訓示の姿がありまして、まあ、少し長めに話をしているそんな姿もありました。さあ今マウンドに集まった選手たちの輪が一旦ほどけまして、練習が再開されます。第2クールに入りました。今日から3日間は放送席清水孝之さんのお話でこのキャンプをじっくりと見ていきたいと思います。清水さん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。今日は非常に空は鮮やかなんですけれども、風が冷たいですよね。そうですね、日差しは非常にいいんですけどもね、やっぱ風が吹くと、まあ、ちょっと寒いですよね。そうですね、はい、第1クールが終わって昨日休養日、1日休みがあって、で今日から第2クールということになるんですけども、第1クールはやはり緊張感も含めて随分体も張っているかと思うんですがね。まあそうですね、いくら自主トレで追い込んできたとしても、やっぱりユニフォームを着た時の緊張感って、まあ、ちょっと違ったりするんですよね、はい、なので、まあ、第1クールはね、それぞれ選手いろいろ張ってる部分もあるんじゃないでしょうかね。そうでしょうね、はい、吉川尚輝、それから岡本といった主力として期待される選手もこの1軍の日向サンマリンスタジアム宮崎で練習キャンプを続けています。画面の右下に出ていますが、1軍の春のキャンプの日程です。2月1日にキャンプインして、まず3日間練習を行って、昨日は休養日、そして今日から第2クール、こちらも3日間になります。その後8日に休みを挟んで、まあ、あと残りは4日間の宮崎でのキャンプ、まあ、このうち、まあ、実戦の行われる予定もあるというふうに聞いていますので、まあ、その実戦などを経て、今度は後半は那覇でのキャンプ、まあ、沖縄に行きますと、もう清水さん、この練習試合、それからオープン戦も始まってきますので、もうほぼ実戦が続くような、そんな日程になりますね。まあ、そうですね、まあ、宮崎ではまあ鍛錬をして、まあ、移動してからもほぼ、まあ、実戦になりますから、まあ、ここからの競争は大変ですね。そうですね、はい、まあ、ですから選手たちからしてみますと、まず沖縄に、那覇に行くために、この若い選手、特に今年の1軍キャンプのメンバーは随分若い選手で構成されてますので、なんとかいいところを見せていきたいところでしょうね。そうですね、まあ、ただ本当にこういう野手もピッチャーも楽しみな若手が多いですよね、今年はね。そうですね、まあ、このキャンプ中継今日も4時間ありますので、たっぷりとそういった選手たちの動きもご覧いただきたいと思います。こちら1軍の日向サンマリンスタジアム宮崎ですが、少し離れました木の花でもですね、島内連携が行われています。そちらの様子を姉川さんに伝えていただきます。ですが、島内連携がスタートしました。第2クールに入ってこういった練習がまた増えてきているということになります。この S 班に岸田、そして勝又、広岡が合流をして練習スタートということになりますので、さあ今高梨がベースカバーに行きます。一軍の投手陣とともに島内連携ということになります。キャッチャーに岸田、そしてファーストが3選手います。さあこちら中田翔、平内がベースカバーです。続いてファーストは中島、ウィーラー、3選手が守っている状態。セカンドは広岡、ショート坂本、そしてサードに育成契約で今シーズンからジャイアンツに加入をした勝俣の姿があります。さあ0球後の堀岡、さあこちら背番号が040の谷岡です。
さあ谷岡も怪我からの復活、本人も一軍スタートということでワクワクしていますというふうに言っていました。さあ注目なのが今マウンドにいる背番号19番山崎伊織です。春季キャンプで姿は見れました。さあここからどのようなピッチングを見せてくれるのか。変化球のコントロールは自信があると言っていた山崎が、ストレートを含めブルペンでいつ投げるかというのも非常に楽しみになります。さあ続いてマウンド上がっているのが大江流星です。さあ中継ぎ左としても大活躍をして、今シーズンも期待が高まる大江。さあまたこの S ガンも党内連携をすることによって非常に声が出て練習をしているというのが印象深い。さあここからの第2クールスタートです。